リーグ戦7試合で未だ勝利なし、クラブは難しい決断を下しました。ルイス監督初戦、どんな船出を見せるのか、ヴィッセル神戸です。2022明治安田生命 J1 リーグ第6節、ヴィッセル神戸対京都サンガ FC の一戦、 J1 では12年ぶりの関西対決が実現しました。予想としては3センターバック、そして2トップ大迫坊ちゃん、トップ下イニエスタと予想しましたね。はい、選手の特徴を考えたときにはこういった予想をしたところなんですけどね。一方、京都のスタートと予想フォーメーションをご覧いただきます。こちらはいつもの通り 4-3-3 と予想しました。センターバックが2人変わっています。金子が前までプレッシャーをかけます。菊池には松田天満、そして福岡が取って松田、ピーター・ウタカに出た、前を向いた、キーパーと1対1、いくら止めました。最後菊池のクリア、さすがですよね。ファーストタッチで、ね、ディフェンスの前に入りましたから、はい、あの瞬間の持ち出し方っていうのはやはりこうさすがですよね。ウタカらしいプレー、一瞬でチャンスにしますもんね。そうですね。大迫、プレッシャーを強めて蹴らせます。回収した神戸、山口蛍、イニエスタ、山口蛍、イニエスタに返してフリックして山口蛍だ。いいコンビネーションですね。そうですね、神戸サポーターの方を魅了するそんなコンビネーションを出しました。ボールを奪い取った京都、山口蛍、初瀬、イニエスタ、フリックして初瀬、ワイド、ボージャン、逆サイド大迫、イニエスタ、ボージャン、ボージャン、イニエスタに出す、福岡、さらにここで初瀬、決まった。 J1 初ゴールはクリムゾンレッドの逆境を救う、そんなゴールになるのか。神戸先制です。ボール奪ってからですね、山口選手のスライディングタックルが始まりましたね。はい、味方同士がね、サンガの方はぶつかってしまったのがちょっと響きましたね。そうですね、分厚い攻めですね。はい、まあ、キーパーもよく触ったんですけどね。ですよね。悔しがる菊池流歩、初戦中3枚入っている、宇高と坊ちゃん、これ球まだある、宇高ボールを奪って大きなストライドで前に出る、中福岡入っています、さらに荻原、ワイドに出して折り返す、金子シュート、最後荻原の左足か。初瀬が J1 初ゴールなら、この荻原も J1 初ゴール、京都同点。ボールへのサポートが分厚いですよね。そうですね、このカウンターなんですけども、はい、ボールをどんどん追い越していきますから、ゴール前に人が多いんですよね。はい、ですからこういったセカンドボールに対するチャンスが出てきますね。一方の京都としては非常に活力はみなぎってるなという動きに見えるんですがね、今ね。そうですね、あの後半でも足は止まってないですよね。イニエスタから松田天満、ここで金子、ピーター・ウタカ、ワイド、荻原、アリークロス、バイネタ、宮吉のシュート、京都の至宝が勝ち越しゴール。
1-2。このクロスボールが良かったですね。はい、まあ、イークレ選手が残念なのはキャッチか掴むか弾くかというところがね、なるほど、体勢が崩れてますから、そういった部分ではパンチングで逃げた方が良かったかもわからないですね。菊池から坂井高と長坂ファーストタッチ、川崎、荻原が前にいます。ピーター豊かアウトで出して松田天馬シュート、いくら、なんとかしのぎました。井上力とのスローイン、ピーター豊か、本田、松田天馬、この時間も元気です。折り返すシュート、なんとなんとこの時間にさらに追加点を決めました。山田風紀が決めた J1 リーグ初ゴール、最後の最後に貴重な追加点を奪いました。山を使う、こぼれ球イニエスタ中に入れます。セカンドボール争い、こぼれ球押し込めるか、シュート、坂井豪徳、ここで長いホイッスルです。12年ぶりの関西対決は京都サンガ FC が逆転勝利を収めています。